おはようございます。ちょっとね、今自宅の前にいるんですけど、ちなみに今8時49分です。普段だったらもう僕も会社行ってるんですけど、まあ、今自宅、まあ、バテカイ塗装してるじゃないですか。でそれの流れでセミナー動画って毎日僕夜撮っとると思うんですけど、家でね動画をちょっと夜とか朝も撮れたらなと思ってね。なんで一部屋セミナールームに変えようと思って、今改造して、まあ、クロスだけ貼ってもらっただけなんですけど、ソファーを運んできたいなと思ってたんです。で朝ジムの方から連絡あって、今日職人さんが、まあ、雨だから休みだからソファー運んでくれましたので、ジムに頼んだらね、アシスタントみたいなのにですよ。で職人さん雨だから休みです。9時半ぐらい持ってきます。うんって思ったんですよ、その9時半がね、うん、だって職人ってまあ現場に8時とかじゃないですか。なんでそんな9時半になるんだって、俺動けへんがやと思って、まあせっかく来るんだったら俺待っとくわって言ったんですけど、別に会社にね普通に7時とかに集合してんだったら別に7時半とか8時に来いよって思ったんですよ、本当にその時にね。だけどまあまあなんか事情があるんかなと思って、僕まあ分かったよって言ったんですけど、なんかいても立ってもらえるので8時ぐらいに電話したんですよ、その職人に来るやつに。お前どうなってんの、なんで9時半になるんだって言ったら、いや別にあれなんですけど、じゃあもう今から運んでくれんかって言ったら、あ分かりました、別に大丈夫ですって言っとんだよね。まあまあそれはいいんだわ、最悪ね。ちょっとイラッとしちゃったんですけど、で何が今日僕は言いたいかというと、なんかスパゲティ朝ちょっと食ったろうと思って買いに行って出たら雨止んどるんですよ。梅雨じゃないですか。梅雨でそんなさ、ちょろっと雨降ったぐらいで現場開けとっていいんだよ、別にあいつは日給月給だもんで、俺はいいんだけど、でブズブズ仕事がねえだとかなんだとか、10時に終わったもんで半日くださいとか、みんなそういうこと言い出すじゃん。である程度は俺も目つぶっとんすけど、そんなもん梅雨だってしょうがねえなって言って、3時とかにさ現場雨降って帰ってってさ、1日つけてさ、みんなそんなんじゃ本当に、我々の人間ってね。それがいい悪いとかじゃなくて、あんまりグズグズ言ってるとまたアンチ叩かれるのあれですけど、でもちょっとね今日ね、これソファ持ってきていい機会にさ公開処刑したのが動画でね、こんなことやっとったら会社儲かんないっていうか潰れる、そんな甘い世界じゃないじゃないですか。伊藤さんもお客さんからね、営業マンがもう本当に1万2万削り削らの戦いして見積もり取ってさ、ね、別に適当なことやりゃいいんだよ、雑な仕事やりゃいいと思うんですけど、きちっとした工事やってね、よそみたいな値段に合わせてきちっと戦っとるときついわけじゃん。でそれで現場がさ、やっぱ1日ずれだと5万変わるからね、職人2人ででしょ、車、ガス、全部段取りまであるんだもんさ、25日しか職人動けないんだから、それだけ違ってくるんだからね。毎年超えたおっさんが家の前で喋ってたら、さっき言うのは若い女の子がずっとね、家の前歩いてく人がこのおっさんに聞こえたおっさんが家の前でビデオ撮って仕事欲しいって何やってるんだみたいなね、ましてやさ、まあ、いろいろ事情があって一軒家で一人住んでるんですけど今、まあ、また今度ね、ちゃんと喋れるようになったら、まあ、ちょっと今ちょっと喋れん段階だもんね、その話についてあんまり触れないんですけど気使ってかもしれないしね、向井道場の社長ぐらいだったら家で9時ぐらいまで寝とるだろうと。でも雇われの人間ってみんなそうでしょ、まあ、言い方悪いけど、今日こんなソファー運んだもんで犯人くっつけていいですかみたいなノリだと思うんだよね。まあぼちぼち来るから、まあまあ来んだ9時、まあ早く来いって電話したんですけどね、何やっとんのって、いや別に名前言ってないんですよって、じゃあ運んでよって言ったら、あ分かりましたって言って、まだ家におるって言うんだけどね。俺いつもさ、まあ朝6時に動画公開されるでしょ、今日はまあで火木金月水火木土日かなんで、今日動画上がっとる日なんで木曜日だもんね。で、まあ、最近ちょっとやっぱ終了にしたらなんかストレス抜けたんか、今までね、4時5時に起きて動画が公開される前からバーって目が覚めて、で、まあちょっと見ながら、で、なんかこちょこちょやって6時待って6時に公開されて、まあ伸びね、最初の初速見て、安心して寝る時もあれば7時ぐらいで、1時間経つとちょっとアナリティクスで数字が出るんですよ。で、それ見てまた寝るみたいな人生を送ってたんですよ。最近ちょっとあるな。今日はもうあれだもんね。7時ぐらいか6時半ぐらいに起きて、まあ、動画のその数字7時で数字いろいろ出るんで、まあ、それ見ながら
もうずっと起きてるもんね、6時半か7時だからね、うん、でもイエイエするじゃん俺、こんな仕事できへんし、うん、早く来いやなんだよね。自分勝手なこと言ってんのかもしれんけど、いいじゃん、イエイ、あの死んだて、すいません、あすいません、戻しました、戻せじゃねえってよお前、すいません、雨も降ってねえし、何でこのせいも、あ、あの、また俺叩かれるやん、こうやっていじめる、あ、もう8時ぐらい持っていってくれよかったでしょ、そば、すいません、すいません、だってもう雨なんだってお前、こんな梅雨の時にお前、こんなんで現場上げとったらお前、仕事できへんじゃん、現場は下塗りスタートで、うん、予報だともう昼前ぐらいからもう、うん、雨たくさん降ってくるんで、下塗りって水性じゃないですか、うん、塗っちゃうともう流れちゃうんですよ、ね、あ、本当だ、雨降っていたし、はい、ね、俺が悪いってことじゃん、はい、塗装のこと分かってねえなお前はってバカだ、ね、すいません、お前どうせ社長なんだよって感じ、俺と本当に分かってないんだよって感じ、はい、いや、うるさいよお前、お前年いくつだお前、ほら何歳、何歳、今年19です、はい、そう、社長全然現場分かってねえなって感じ、はい、お前職長教育悪いんちゃうか、はい、周り教育どうなってや、はい、ほらこんな雨でお前こんな天気でお前梅雨の時にお前ら金稼げんぞ、すいません、今から行ってこい、わかりました、はい、で行ってでもお前もこんな9時15分にお前ソファー運ぶのにお前もうちょっと早くなるな、俺文句言っていいだろう、そうです、あすいません、まあ、80ぐらい持ってこれたやろ、はい、別に起きとんだろ7時、現場に8時とかに行っとんだろ、はい、会社から近く、お前家近いもんな、あ、はい、15分ぐらいだもんな、はい、お前のことするなら社長ってお前一番時給が高い人間がお前この家で待機しとったらお前時間一番お金持ってねえねんか、すいません、あはい、あれどんかい、すいませんでした叩かれるぞな、アンチのもの騒げ盛り上げてくれソファーありがとうね、ギチギチ言ってごめんねお前らの言う通りに確か雨降ってきたわ嘘、俺素人どっち、はい、どっち、俺、まあ、素人っすお前ぶっ殺すぞマジで嘘、社長何動画の時もアンチって書かれるぐらいちょっと鬱陶しい人だけど、カメラ回ってないってことはどういう人、カメラ回ってないってことだったらまあめっちゃ鬱陶しいっすお前ぶっ殺すぞマジでちなみにですけど、まあなんか職人募集しようかな、大募集、今大募集で、まあできるやつな、そうです、できる、もうバリバリのやつ、どんなやつ、経験してる人がいいです、まあ偉そうに19歳の全然違うぞこいつこの車すごいな、でも200万、はい、205万、すごいね、19歳で買ったな、調子乗りやすいませんまあ給料どれぐらいなの、まあいくらからいくらぐらい、ザクッとお前ちなみに給料いくらいっていいの、動画で公開して、はい、友達に聞かれる、あ、いいいくら、1万2000円です、1万2000円、下げろこのやつ俺のこと言ってほしいやつ下げたねでもボーナスもあるだろ、まあ、今年なかったか、いや今年もちょこっとはあるな、はい、そんなドーンとはないけど1ヶ月もはないけど多少ぐらいはあるな、はい、まあね、あの職人募集だね、はい、でまあ車とかも支給だし、まあ、車も支給されますし、まあまあそんな悪くはないと思う、はい、でもまあ現場任せれることやな、そうです、でうちは実習生もおるから実習生使ってやらんかったな、はい、まあ、日本人ともセットになるけど、はい、動画で有名な寺西君っていうのは、まあ、年内で独立するから、まあ、独立も応援しようしな、別に独立したい人間はしやいよってことは言ってるし、まあ、別にそれは自由だし、塗装職人な、防水は、はい、まあ、とにかくでも相当、まあ、審査厳しい、まあ本当1年2年ぐらいじゃまだ厳しい、1年経験あればちょっとこっちで使ってそっから、ああまたそうか、こっちで勉強しまえばいいよって感じか、で給料はまあ相談だし、まあ、とりあえず2人で面接するの、まだ俺は面接しんぞ絶対俺絶対面接とかしたいしまあそんな感じです、はい、今日はじゃあソファー揉んでもらってありがとうございました、で、うん、あんな怒ってごめんなさいこう実際に雨降ってきてますんでプロの言うことを聞くべきでした、じゃあチャンネル登録といいねよろしくお願いします、お願いします、また見てね。